はい、スタートの仕掛けですね。針がグレバリの5号、ハリス 1.75 号を一ヒロ、水中機の仕掛け、当たり行き B、水中機 B、誘導は一ヒロ取ってます。今のところ重りは何も打ってないですね。ところでスタートしてみましょう。餌取りはスズメダイ、高部、多数います。餌が怒ってんな、これなんだこれ。かじられてはいますね。餌残ってない、中身が吸われてる。ちょっとダメですね、当たり浮きごと少し沈めないと。寄り戻しの20センチほど下にジンタの5号1つ打ちました。ダメだな、もう1つ。はい、次ハリスの真ん中にジンタの5号1つ追加しました。これが餌取りなんですよ。残ってくれ餌が。餌取り消えると餌残ってくるね。うん。あそこまで入れて残ってるってなかなかですよ。いや、もうわかんない。もう何が何だかわかんないな。今、しげちゃんが、まあ、手のひらサイズのオナガを釣ったんでですね。もしかすると、少し状況が変わったのかもしれない。しげちゃん来たけどね。来たよ。
これで今2キロぐらい。おお、おお。お腹っぽいくないですかこれ。なんか当たりすごかったです今。はい、行きました行きました。ありがとうございます。おお。ありがとうしげちゃん。口太？口太だ。本当だ。おい、いいとこかかってるこれでほら。本当だ。2キロぐらいですね多分ね。2キロぐらいね。34。原田さん。お。もうメジャーだね、やっぱね。お、やったね。いける？たま。ああ。よし。ん、しげちゃん、今ので棚どれぐらいですか？あ、するする？うん。うん。一広半ぐらいか。やっぱりあれ下に、あ、ほんと？下でチラって見えてるのあれ、やっぱり、めちゃだったのかな？よし、行け。はい、めちゃの当たりですね。よしよし。あ、だけど小さいなぁ。浅いですね。今もうガンガン張って待ってますからね。小さいっすだけど。うれ。これだ。これが浮いてるんだ。コッパを流すね。え、餌取られてます？取られないですよね。おっしゃ、いった。おる。お、お腹っぽいですんだけどね。お、お腹の小さいやつです、これ。お腹の小さいやつ。ああ、ゲット。うん。お腹の小さいやつでした、今。この辺でいいから、うん、もう風もなくなったし、この時。確かに、いつの間にか。うん、そのまましておくよ。ほら、入って、入って、入って、よし、開けてみ。どう？よし、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 あ、その、竿だけ開けてみ。竿だけ。竿だけ開ける。竿だけ開ける。お切れた？一回ちょっとだけこう、あ、いけ。うわ、竿立てる。よし、いけ。そのままだよ、そのままだよ。重いです。いや、そう、それで。はい、そのまま入る。だいぶそのまま。大丈夫。いけ。大丈夫。イスズミじゃないですか、これ。イスズミかサンノジかどっちかかな。竿をもっと、もう竿だけだよ。リール巻くなよ。よし。すごいだろ、魚。どうですか、魚強いの。竿だけ、そう、竿だけ。そこで粘れ。大丈夫だから。あ、イスズミっぽいな。いくよ。まだだよ。大丈夫だから。グッと。グッと開けとけよ。グッと開けとけ。取れた？外れた？あ、ダメか。おー、やられるっつったじゃん。やられる。